JPSA 2014 Japan Pro Surfing Tour イエローの辻裕次郎選手がフローターから前のセクションに出てきてそしてねじり込んできくるセカンドバリューバーからのサードターンそしてインコンプリートホワイトウォーターへのアプローチもインコンプリートゼッケンイエロー辻裕次郎選手さあ選手紹介をしていきましょうゼッケンレッドには大野正俊選手契約サーフボードチャネルアイランドウェットスーツはクイックシルバーホワイトはダレン・ターナー選手契約サーフボードは大野シェイプ ウェットスス。ーーーツはワールドフォースそして今、ライディングを終えたイエローは辻裕次郎選手契約サーフボードは303ウェットスーツは B ウェットそしてゼッケンブロー、渡辺菅選手契約サーフボードは3ウェザーウェットスーツはクイックシルバーですさあ先ほどのウィメンズのセミファイナル第2ヒートの、ね、イエロー 橋本選手のラストウェーブは6.6ポイントとバックアップスコアを塗り替えトータル13.7ポイントにしていますブルー、そしてイエローの選手がファイナル進出を決めています。 さあブルーがアップしたスピードをつけて渡辺寛選手あーっと抜けてこれなかったちょっとブレークが早かったか。 ゼケンイエロー、1本目のライディング6.25イエローの辻選手1本目のライディングは6.25ポイントです。 さあアップしたのは、絶ンイエローの辻裕次郎選手、スピードをつけてさあ前に出てきた、そしてターンを入れる、もう1つのトリムでのターンを入れてくるイエロー、辻裕次郎選手です。 絶ブルー、渡辺菅選手、ファーストターンから、さあ、セカンドターン、そしてもう一つ、サードターン、さあ、フォースターンへ、さあ、渡辺菅選手、この波はコンプリート。 さあアップしたゼッケンイエロー辻裕次郎選手のファーストマニューバーさあ板を縦に上げてきたそしてもう1つ、ちょっとここでそしてビハインドさあホワイトはダレン・ターラー選手大きなスプレーを上げてそしてもう1つ蹴り込んでくるセカンドマニューバーそしてリエントリー,あーっとリエントリーではちょっとバランスを崩したがファースト、そしてセカンドと。 大きなターンを見せてきましたホワイトダレン・ターナー選手昨日も8.75ポイントというねエクセレントスコアを出しているホワイトダレン・ターナー選手ですゼッケンイエロー辻選手2本目のライディングが5.5ポイント6.25と5.5ポイントトトータル11.75です

さあもう一度ホワイトダレン・ターナー選手さあスピードをつけてうん波のブレークが早かったかそして、ね、チューブにならなかったそんな感じでしょうかチューブになったらチューブに入って抜けていきそしてその後にマニューバーを入れてきたかったしかしブレークがちょっと早かったかホワイト2本目のライディング7.75です さあゼッケンブルーの選手でしょうかブルーアップバックサイドファーストそしてセカンドターンとバックサイドでねストレートアップに板を上げてくるそしてビハインドはノーライドさあインサイドセクションまでブルーコンプリートしてくるゼッケンブルーの渡辺勘選手渡辺選手2本目4.25です2本目のライディングは4.25ポイントですブルーさあこの3本目のライディングで 3本目のライディングで4.01以上を出してくれば、2位のポジションに上がってきます。ブルー4.01以上出せば、2位のポジションに上がってきます。 10分経過ヒート時間半分経過 ゼッケンブルーラストウェーブゼッケンブルーのラストウェーブは6.4ポイント4ポイント逆転に成功していますトータル10.65ブルーが第2位のポジション第1位はイエロー辻選手トータル11.75第2位ブルー渡辺選手トータル10.65ポジションはホワイトダレン・ターナー選手トータル9.15ホワイトユーニール2.9ホワイトダレンユーニール2.9 そして大野選手はまだねじっくり波を待っていますセミファイナルウィーメンズの第2ヒートの結果第1位でラウンドアップしたのがゼッケンブルーのトータル14.75第2位がイエローの橋本選手トータル13.7ポイントという結果ですさあゼッケンレッドがいよいよ乗ってきましたファースト ターーンンからロールインさあコンプリートしてきていますゼッケン、レッドそしてビハインドイエローの辻選手ファーストマニューバーからさあセカンドターンあーちょっとバランスを崩してしまうさあ先ほどのセミファイナルウィメンズの第2ヒート 1>, 1位が前田選手、14.752位のポジションでイエロー橋本選手が13.7でファイナル進出を決めました惜しくも3位がレッドの井原選手トータル8.5ポイントそして4位はホワイト宮坂選手トータル6.9ポイントです。 さあゼッケンブルー、渡辺菅選手はここはちょっと波に捕まった感じがあるそしてビハインド、さあイエローの辻選手、長いロールイン、フローターから前のセクション、ちょっとブレーク早いか。 さあゼッケン、レッドの大野選手大きなターンを入れてくるあっと、ここはバランスを崩してしまうそしてビハインドイエローか辻選手、ブの中にねじり込んで入ったんですが潰されたかうーん抜けてこれない。 残り時間5分残り時間5分さあ時間の方は残り5分です残り時間5分レッド大野選手1本目のライディング4.4ポイントレッドの大野選手の1本目4.4ポイント2本目のライディングは1.6ポイントレッドの大野選手必要なポイント6.26ポイントです大野選手に必要なポイントは6.26ポイントさあ大野選手であればねこの6.26は ポテンシャルのある波をキャッチすれば間違いなくね出してくるでしょう、さあこのマ松ポテンシャルのある波をねキャッチするのがね意外と難しそうですね。早かったりとあとは本当に運というものもねあるのでしょうかね、このクォーターファイナルになってくると実力だけではない他の運というそういう面もね ナイト勝ち上がっていけないのかさあこの波はうーんノーライドちょっとブレイクが早いここは行かないそしてビハインドビハインドはさあこれは ブルーの渡辺寛選手でしょうかおおこれはインターフェアレンスコールインターフェアレンスコールレッドオンブルーレッドオンブルーレッドの選手がブルーの選手に対してのインターフェアです今ねブルーの選手が出てきましたからねさあホワイトアップした さあダレン・ターナ選手大きなスプレーを飛ばしてカービングターンを入れて残り時間が3分おっとそしてビハインドイエローがアップさあストールしてチューブに入ってくるさあ出てきたゼッケンイエローそしてカービングターンも出てくるのかっとバランスを崩したすごいヒートになっていますさあゼッケンブルー ーちょっとこれはブレーク早いか。 さあゼッケン、レッドアップさあ大野選手、フルボトムターンからのファーストマニューバーそして、あっと波のブレイクが速いか合わせられなかったさあゼッケンブルー、渡辺寛選手さあ深いボトムターンからのファーストうーんちょっと波の前に出てこれなかった。 ホワイト、ダレンターナ選手、ラストウェーブしばらくお待ちください。必要なポイントは2.9ポイント。必要なポイント2.9ポイントです。さあ、ダレンターナ選手。イエロー現在第1位のポジションです。イエロー第1位のポジションです。 そしてダレン・ターナー選手に必要なポイントは3.65ダレン選手必要なポイント3.65ポイントですさあ、6本目が5.0トータル11.4ポイントにしていますさあダレン・ターナー選手は3.65ポイントが必要ですそしてレンは9.2ポイントが必要インターフェアを犯してしまったので<秒>さあ、残り時間45秒。 30秒カウントダウン10 9 8 7 6 5 4 3 さあイエローの辻裕次郎選手抜けてくれる,かあ抜けてこれるかと思ったんですけれどもさあヒートの方終了してダレン・ターナー選手の4本目のライディングもまだねスコア出ていませんけれども3.65ポイント以上出してくると逆転に成功します。さあこのヒート辻選手は 1>, 1位でラウンドアップは間違いなさそうです、さあそして2位が渡辺寛選手、トータル11.4、そしてホワイトのダレン・ターナー選手、ラストウェーブ3.65ポイント以上で逆転に成功しますが、今ね、スコアの方出てきます。さあ先ほどの ウィメンズのセミファイナルでグランドチャンピオンの井原選手がポイント1本でのエンディングでね8.5ポイントというすごいスコアを叩き出したんですけれどもねあと1本乗れなかったそして、このメンズのクォーターファイナル第1ヒートのレッドのグランドチャンピオン大野選手もうんこのヒートはどうやら波運に恵まれなかったのかそして、痛いインターフェアも犯してしまった。 さあイエローの辻選手そしてホワイトダレン・ターナー選手のラストウェーブが3.05ポイントとね3.65届いていませんさあイエロー、そしてブルーの選手がラウンドアップです。 それでは第2ヒートをスタートしていきましょうさあ、アップした、ゼッケン。 レッド大橋海斗選手、すごいロールインから前に出てきてさあホワイトウォーターへのちょっとこうバランスを崩したがすごいファーストマニューバーのロールインでしたゼッケンレッドは大橋海斗選手契約サーフボードは3ウェザーウェットスーツはハーレーそしてホワイトには田中瑞キ選手契約サーフボードはクォーターウェットスーツはオニール。 そしてイエローには小野芳生選手契約サーフボードは3ウェッ,ットスーツはハリーです。野選手の契約ウェットスーー、ツはハリそしてブルー、田中秀吉選手契約サーフボードは3ウェザーウェットスーツはビラボン。 さあアップしたのはゼッケンブルー、田中秀吉選手、ファーストターン大きい、そしてセカンドもねじり込んで、スプレーを高く上げて、サードターンとノートリム、そしてカービングターン、このライディングは素晴らしい、良い成績、出てきそうです、いいスコアが出てきそうです。ブルー田中秀吉選手 ゼッケンレッド,ゼッケンレッド1本目のライディングは4.5ポイントですそしてブルー、田中選手の1本目7.5ポイントブルー、田中選手の1本目は7.5ポイントですそしてイエロー1本目のライディングは2.0ポイント さあホワイトアップ、田中瑞生選手、スプレーを大きく上げて、そしてチューブに入って抜けてくる、そしてもう一度深いボトムターンからのマニューバーをノートリムでインコンプリートしてくるインサイドセクション、素晴らしいライディングはホワイト、田中瑞生選手です。 さあゼッケンレッドの大橋選手、ファーストマニューバーからそして、えぐり込んでのセカンドターン、セカンドマニューバー、そしてサードカービングターン、さあもう1つターンを入れてインサイドセクション、さあこのヒートは各選手、コンプリートしてくる各選手、素晴らしいライディングを見せてくれています。 さあライブ配信を、ね、見ている選手たちあ失礼人たちも、ね、かなり興奮しているでしょう、そしてブルーが大きなスプレーを上げて、そしてボトムからセカンドマニューバー、さあレールトゥーレールのきれいなサーフィンをするブルーは田中秀吉選手さあ、田中秀吉選手がまず1本目のライディングは7.5、レッドのラストウェーブ、そしてホワイトの1本目、スコア気になります。 5分経過。 さあ出てきましたまずホワイト、田中選手ホワイト、田中瑞生選手1本目7.75さあ、ゼッケン、レッドそしてブルーの田中秀吉選手の2本目7.0さあ、トータル14.5ポイントブルー、トータル14.5ポイントそしてレッド、大橋選手の3本目8.75ブルーの大橋選手の3本目8.75とエクセレントスコア。 叩き出していますレッド、トータル13.25、第2位のポジション、さあホワイト、田中和生選手は1本目7、7 2位に上がるためには5.51ポイント5.51ポイントが必要、イエローの小野選手はさあ2位に上がるためにコンビネーションになっていますがね、ねまずグッドスコアを出して、その差を縮めていきたいところですね。イエロー さあパドルしているのはゼッケン、ホワイトアップ、さあ、ボトムから大きなファーストマニューバー、板の開始が早かった、そしてセカンド。 ホワイト田中瑞生選手の2本目3.1ポイント必要なポイント5.51ポイントです。 10分経過ヒート時間半分経過 現在のシチュエーション第1位、ブルーの田中秀吉選手トータル14.5ポイント第2位はレッド大橋海斗選手トータル13.25ポイントそして第3位はホワイト田中瑞生選手トータル10.85ポイントホワイトの田中選手必要なポイントは5.51ポイントそしてイエロー小野選手はまだ1本のライディングです2.0ポイント 先ほど行われましたメンズクォーターファイナル第1位との結果第1位でラウンドアップしたのがイエローの辻裕次郎選手ですトータルポイント11.75第2位はブルーの渡辺寛選手トータルポイント11.4惜しくも3位がホワイトのダレン・ターナー選手トータル10.8ポイントそして4位はレッド大野正俊選手トータル6.13ポイントという結果になっています。 さあゼッケンレッドアップ、さあ、ボトムからファーストで板を蹴り込んで、テールを回してきたが、ちょっとインコンプリート、あれ、なんて技なんでしょうね、メイクしたら。 さあこの波をキャッチするのがイエロー小野義男選手、さあ中部に入ってきた抜けてくることができなかったか現在第1位がブルー第1位がブルー第2位がレッドさあブルーのバックアップスコアは7.0ブルーの田中選手のバックアップスコアは7.0そしてレッドの大橋選手のバックアップスコアは4.5ポイント そしてホワイト、田中選手必要なポイント5.51ポイントそしてイエロー、小野選手必要なポイントコンビネーションになっていますね。まずはグッドスコアを出していいきたいイエロー さあ、イエロー、小野芳男選手さあ、大きなターンを1つ入れてそしてもう1つセカンドターンさあ、サードターンここでプラウト残り時間5分残り時間5分 残り時間3分全ェケンイエローアップさあスピードをつけてイエローさあファーストそして うん、ここはプルアウト <music> さあゼッケンレッドさあスピードつけて さあここでエアをあをバランスを崩す。 ゼッケンイエローさあ小野芳雄選手ファーストマニューバーからさあセカンドエぐり込んでのセカンドマニューバーへさあコンプリートしてきていますイエローさあイエロー3本目3.752位に上がるために9.5ポイント2位に上がるために9.5ポ,ポイントです45秒 30秒カウントダウン !1098765432 ン。さあこのヒートはブルー、そしてレッドの大橋海人選手が逃げ切りましたね、イエローの小野選手のラストウェーブ4.75、小野選手、後半追い上げてきたんですけれども、時間がね、やはり20分というヒートで行っていますので、この時間との戦いもねやはりあります。さあすごい 試合が1ヒート目2ヒート目と行われましたさあ続きまして第3ヒートスタートしていきましょう 54321JPSA2014JAPANPROSURFINGTOUR 第3ヒートがスタートスタートと同時に乗ったのがゼッケンブルーの中村匠実選手が高さのあるエアリバースを試みたんですが残念ながらインコンプリートゼッケンレッドには田中海祝選手です契約サーフボードはクォーターウェットスーツウェーブウォーリアーズそしてゼッケンホワイト小川直久選手契ボードは YU ウェットスーツはロックホッパーそしてイエローシーバ・ジュン選手 契約サーフボードはパイゼルサーフボードウエ,ス、えー、ウエットスーツはウエストですそしてブルー中村匠海選手契約サーフボードは YU ウエットスーツはビラボン,ゼッ,ケンアップゼッケンイエローがアップしたさあスピードをつけてさあフローターから前のセクションに出てき大きなカービングターン板をきれいに返してそしてサードターンではエアリバースを決めてくる イエローシーシバジュン選手素晴らしいライディングさあ1ヒート目から2ヒート目そしてこの3ヒート目でも素晴らしい演技を各選手たちがね見せてくれています確実に各選手たちが進化しています素晴らしいライディング ゼッケンイエローシーバ選手、1本目のライディングは7.5ポイント、イエローのシーバ選手の1本目、7.5ポイントです、ブルーの中村選手の1本目は1.45ポイント、レッドの田中海修選手、フルスピードでファーストマニューバー、そしてセカンド。 さあサードターンに持ってコンプリートしてきていますさあフォースターンさあコンプリートはレッドこのレッドのライディングもいいそしてイエローシーバ選手ファーストマニューバーからさあここでチューブに入って出てくるそしてインサイドセクションもコンプリートレッドそしてイエローと素晴らしいライディングを連続で見せてくる JPSA ツアーの選手たち、素晴らしいです、このくらまずの波にぴったり調和する素晴らしいライディング。 ゼッケンブルーアップ中村匠実選手、テイクオフと同時にチューブに入っていったがちょっとブレークが早い5分経過。 さあゼッケン、ホワイト、小川直久選手、さあ、ファーストマニューバーからセカンド、さあ、コンプリートしてきています、ホワイトの小川直久選手。 さあアップしたのはイエロー・シーバ選手、さあエアー、うーんここはバランスを崩すゼッケン・イエロー・シーバ選手、2本目のライディングは8.25、そしてレッドの田中海修選手の1本目、7.0ポイント。 さあ椎葉選手は1本目が7.52本目8.25トータル15.75ポイントにしていますイエローの椎葉選手第1位のポジションですレッドの田中海祝選手1本目7.0さあグッドスコアを出してそしてホワイト小川直下選手1本目のライディング5.5ポイント さあ本日はメンズのクォーターファイナル現在、第3ヒート行われていますが次は第4ヒートこのメンズのクォーターファイナル第4ヒートを終了後バリと日本の親善コンテスト親善試合を行っていきます。 ホワイト中村選手の1本目は1.452本目は1.0ポイント先ほど行われた第2ヒートの結果第1位でラウンドアップしたのがブルーの田中秀吉選手トータル14.5ポイント第2位はレッド大橋海斗選手トータル13.25ポイント惜しくも3位がホワイト田中和生選手トータルポイント10.854位はイエロー小野義雄選手トータルポイント8.5ポイントという結果になっています。 さあアップしたのはイエロー,あーちょっとこれは波がブレークー早かったか10分経過さあ時間は10分経ート時間半分経過 絶ブルーアップ、中村匠実選手、さあ、ファースト、そしてカービングターンを綺麗に入れてきます、そしてセカンドターンも、さあ、スプレーを飛ばしてくる。 さあ、アップしたのはイエロー、さあ、中ブにさあ、抜けてくることができるのかこれはちょっと抜けてこれなかったさあ、ゼッケンブルー、4本目のライディング6.0ブルーの4本目6.0ポイントですさあ、現在第2位がブルートータル7.45そして第3位がレッド、まだ1本のライディング7.0ですブルー、ラストウェーブは5.85 ゼッケンブルーのラストウェーブは5.85です5.85トータル7.3ポイントで第2位のポジションですブルーが第2位のポジションさあ、アップしたのはレッドこれで2本目のライディングで逆転に成功しますさあ、レッド田中海舟選手そしてファーストマニューバーの後はチューブを抜けてくるそしてインサイドセクションさあ、もう一つねじり込むさあ、ゼッケンレッド田中海舟選手はインサイドまで コンプリートしてきてさあ2本目のライディング0.3ポイント以上で逆転します、もう間違いなく逆転でしょう、レッド第2位のポジションになるのか第1位のポジションになるのか田中海修選手残り時間5分。残り時間5分 さあゼッケンレッドアップ、さあもう1つファーストマニューバーから素晴らしいファーストマニューバー、そしてセカンド、エアドロップで降りていく、そしてサードターンと、ゼッケンレッド、田中海舟選手、飛ばしております、1本目、2本目、そして3本目もね、決めてきています、ファーストマニューバーの、ね、あの高さのあるリッピング、素晴らしいです、そしてビハインド、ブルー、中村選手、さあ、スピードをつけて。 前のセクションにロールインから前のセクションに出てくるさあそしてさあエアーバック押しをうまく使ってエアリバースを決めてきた残り時間3分 でっけイエローアップ、さあストールしてチューブに、あー、惜しいですね、もう体が見えてたんですけどね、出てきそうでしたけど、ちょっとリップに引っかかってしまったか、さあビハインド、ホワイトアップ、小川直久選手、さあ、スピードをつけて、あーここはプルアウト。 ゼッケンレッドの田中選手、レッド2本目のライディング8.5ポイント、ポイントトータル15.5ポイント、第2位のポジション、さあブルー中村選手必要なポイント9.65、ブルーの中村選手必要なポイント9.65、レッドアップした田中海修選手、さあ抜けてくるか、抜けてこれない、現在第1位がイエロー、第2位にレッド。 第3位ブルーブルーの中村選手必要なポイント9.65さあホワイトアップ残り1分 1> さあファーストマニューバーさあホワイト必要なポイントは10.0ポイント45秒 ゼッケンイエローがアップするさあスピードつけて<秒>さあここでチューブにさあこの波は抜けてきたそしてこのあとは大きなカービングターンさあインサイドセクションそしてビハインドブルーさあ中村選手まず大きなカービングターンからのノートリムでセカンドンマニューバーへサードターン,ン,ナインエイトセブン 6、5、4、3、2、1終了です、終了です、さあ中村選手必要なポイントは9.65、中村選手に必要なポイントは9.65、ラストウェーブ、何ポイント出てくるでしょう、さあこのヒートはもう。 エクセレントスコアを2本ぐらいです、ね、もうまとめてくるようなそんな戦いになっています椎葉<や>選手は8.25と7.5そしてレッドの田中海修選手は8.5ポイントと7.0ですからね素晴らしいライディングを各選手は見せてくれましたそして最後ブルー中村選手のラストウェーブね今集計しています ブルーの中村選手のラストウェーブ6.6ポイント届きませんでしたイエローそしてレッドの、ね、選手がセミファイナルに進出ですそれでは第4ヒートスタートしましょう5、4、3、2、1 第4ヒートがスタートしましたサーップしたのはゼッケンレッドんちょっとこれはブレークが早かったか抜けてくることができないゼッケンレッドには準ジ,ジョー選手です契約サーフボードは303ウエットスーツはフィットシステムスそしてゼッケンホワイト田島哲平選手です 契約サーフボードはプロジェクト T ウエットスーツはボルコンそしてゼッケンイエロー、木野海斗選手契約サーフボードはインスパイアウエットスーツはワールドフォースそしてゼッケンブルー、山中海輝選手契約サーフボードは303ウエットスーツはエクセルこの4名でクォーターファイナルの第4ヒートがスタートしています。 さあ、イエローアップ。さあ、チューブに。そして抜けて、もう一度チューブに。さあ、抜けてきた、木野海斗選手です。さあ、その後、大きなターンを入れる。さあ、木野海斗選手。素晴らしいライディング。素晴らしいチューブライディングを見せてきた。そしてね、チューブから抜けてきて、最後にね、大きなマニューバーも入れて、コンプリート。 さあこのイエローの木野勇斗選手、昨年度の最終戦で、ね、プロ公認を得たルーキーです、木野選手も10代の選手でしょうね。 イエ,ローイエローの木野選手1本目のライディングは9.25ポイントですイエロー、ファーストウェーブ9.25イエロー、ファーストウェーブ9.25サーレットアップ ゼッケンブルー山中選手1本目のライディングは2.75ポイントですさあタサイエロー さあ木野選手あ先ほど9.25ポイントを出した木野選手、今回のチューブはちょっと引っかかってしまったが抜けてくることができないさあしかし、この9.25ポイントを持っているというのはかなりね優位にヒートを進めていけるでしょう、イエロー、木野海人選手さあ今シーズンの冬のノースショアサンセットでそしてパイプラインでのプロジュニアにねエントリーしていて活躍していました。 イエロー、昨日カイト選手。さあ、その実力はね。世界にも目を向けています。 5分経過。 ゼケンブルーアップさあ、ファーストマニュアー,あーっとバランスを崩してしまう。 さあしたのはホワイトさあ、チューブからさあ抜けてくる、さあトリミングしてたあさあビハインド、イエローさあイエローもチューブそして、これは前の波が割れてきてしまったので出てきたけれどもその先には行けなかったさあホワイトの田島選手深いチューブそして、ね、チューブの中でアップスをして抜けていこうというところちょっと と出てくる手前でね。引っかかってしまった。 さあこれはブルー,ブルーの山中海輝選手、ファーストマニューバー大きなターンを入れてくる、そしてセカンド、ねじり込んだセカンドマニューバー、そしてサード、そしてビハインド、レッド、さあ順城選手、さあおっと、際どいところにターンを入れてきたけれどもバランスを崩してしまいました。 10分経過ヒート時間半分経過さあ絶ンレッドアップさあファースト順々選手大きくスプレーを飛ばしてくるそしてセカンドカービングターン もう1つカービングターン、さあこの順庄選手は1993年、94年、2年連続でねグランドチャンピオンを獲得しています、もうかれこれ、20年前の話になってしまうんでしょうか、その選手が久しぶりに参戦して、そしてクォーターファイナルまで勝ち上がってきてきいます順調選手ラウンド1から勝ち上がってきています。 さあビハインド、ホワイトアップさあ田島選手、スピードをつけてファーストそしてセカンドターンへ大きなスプレーを飛ばしてくるそしてサードターンそしてインサイドコンプリートインサイドリエントリーもコンプリートしてきてホワイト、田島選手波の高さも十分にありスピードも十分大きなターンをね サーードターン入れててきましたそしたそインサイドのリエントリーもねコンプリートと素晴らしい演技、田島選手、ホワイトさあ先ほどの第3ヒートの結果です、第1位でラウンドアップしたのはイエローのシーバジュン選手、トータル15.75、第2位がレッド田中海修選手、トータル15.5ポイント、惜しくも3位がブルーの中村選手、トータル12.45、そして4位はホワイト小川直久選手、トータル8.0ポイントという結果です。 さあイエロー、木野海斗選手もさあこの波はチューブではなくリッピングで攻めてきましたイエロー、木野海斗選手。 さあアップしたのはゼッケンレッド、純情選手さあ,あ、っとバランスを崩すさあ、ホワイトアップ、田島選手さあ、ファーストターンからさあ、ボトムに降りて、セカンドマニューバースプレーを大きく飛ばしてくるさあ、コンプリート。 さあゼッケンレッドがアップしてあ出て,てこれないいい感じでねチューブに入っていったんですけれどもゼッケンブルー3本目のライディングしばらくお待ちください現在2.75と1.15ポイントトータル3.93本目のライディングしばらくお待ちください さあ各選手、えー、ポイントコールしばらくお待ちください。さあそしてこの残り時間5分、残り時間5分この第4ヒートが終了しましたら、えー、15分ほどインターバルを置いて、えー、バリジャパンンフレンドシップゲームバリ・ジャパンフレンドシップゲームを行っていきますので。 えー、ラウンド1にエントリーされている加藤嵐選手と田中瑞生選手は、えー、ゼッケンを取りに来てスタンバイしておいてください、さあブルーがアップ、大きなターンを1つ入れて、そしてセカンドマニューバー、さあサードマニューバーと、さあ前のセクションに出てきてプラウト。 バリジャパンフレンドシップゲームこのあと第4ヒートクォーターファイナルの4ヒート終わりインターバルを置いてね15分ほどインターバルを置いてそしてスタートしていきますラウンド1の加藤嵐選手田中瑞月選手は絶景を取りに来ておいてください。

それではポイントゴールしましょうレッドの順調選手の4本目が5.1ポイントそしてホワイト田島選手3本目のライディングは8.5ポイントホワイトの田島選手の3本目が8.54本目6.75そしてイエローの木野選手の1本目9.254本目が7.5ポイント トータル16.75イエローの木野選手が第1位そしてブルーの山中選手の3本目が4.5ポイントそして4本目4.85トータル9.35ポイントですブルー、山中選手必要なポイントは10.4となっていますけれどもコンビネーションですそしてレッドの純情選手もコンビネーションですさあ第1位はイエロー第2位にホワイトです レッドの順々選手の4本目が5.16本目が1.5トータル6.6レッドの順々選手コンビネーションになっていますそしてブルー、3本目が4.5ポイント4本目4.85トータル9.35ブルーの山中選手もコンビネーションですさあイエロー、ホワイトイエローが第1位トータル16.75イエローの木野海人選手が16.75で第1位 第2位がホワイト田島哲平選手トータル15.25、第2位のポジションです、さあアップしたのがレッド、順城選手、ファーストマニューバーからセカンド、そしてロールインで前に出てくる、さあコンプリート、ここはね、グッドスコアを出して、コンビネーションから抜け出して、ニードポイント、何点になってくるでしょう、レッド。 残り1分。 30秒レッドラストウェーブ6.75レッドラストウェーブ6.75ユニカウントダウン51098764321 さあ終了しました、レッドの純ジ,ジ選手がラストウェーブ6.75とコンビネーションからは脱出したんですけれども、時間の方がね、足りなかった、さあこのヒート、イエローの木野海人選手、そしてホワイトの田島哲平選手がラウンドアップですセミファイナルに進出、そしてこの後はインターバルを置いて。 バリジャパンフレンドシップゲームを行っていきますさあ明日は選手勝ち上がっている日本の選手たち8時30分に集合ですウイメンズのファイナリスト4名そしてメンズのセミファイナルの8名の選手たち明日は8時30分に集合です30分集合です This, 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 Test. this, 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 Check. Check check.